皆さん、こんにちは。2020年センター試験の英語リスニング解説をしていきます。えー、一ノ瀬ンと言います。よろしくお願いします。じゃあ、早速始めていきましょう。まず、スクリプトから見ていきましょうね。えー、大問一のクエスチョン1、まあ。ポイントとなるところだけを見ていこうと思います。えー、まず、ここですね。lying on his stomach っていうのは、まあ、うつぶせ,うつ伏せになっていると。で、あとはこれですね。i t s kind of hidden behind the rocks. まあどちらかというと、岩の後ろにちょっと隠れちゃっているって感じなんで、一番適切な絵はこれになります。1番ですね。はい。じゃあ2番見ていきましょう。ここでポイントとなるのはですね、I'll take the afternoon one. って言っていますんで、afternoon を指しているのはここしかないですよね。2時。ね、七時半朝、11時朝で2時っていうのが午後になります。 だから、クエスチョン。What flight did the woman choose? というのは3番の二次になります。はい、で続きまして、えー、ここで重要なのは何が必要なのか。なので、We need Dylan's illustrations、はい。イラストが必要です。で oh, we also need Pedro's recipe. なので、まあ、この2つですね。Illustrations c i p e が必要なので、答えは、えー、2番の The illustrations and recipe。 で4番。はい、えー。これはですね、オープニングリ Remarks っていうのが、まあ、言ってみれば、えーまあ、最初のスピーチみたいなものなんですけど。で、ここで男性が、えー、Would you mind taking his place? このジムっていう人がそのスピーチするはずだったんだけど、まあ、彼の代わりにやってくれないで、Not at all なので、ああ、いいよっていう意味になります。まあ、断ってるわけではないので、えー、答えは、 What would the woman do? はこれです。speak to start the party.、はい、で、5番。DVD、えーまあ、何枚持ってるかなんですけど、I have a hundred here, but it's only half. と。100持ってるけど、それは、えー、自分のコレクションの半分だから、これで200持ってるっていうことがわかりますね。ただ、ここで、I'm thinking of ordering 20 more。もう20枚注文しよっかなって、えー、言ってるんですけど、それはまだ確定してないんで、 あくまで今彼が持っている CD の数は200枚になりますね。はい。あ DVD か。ということで答えは、えー、3番の200枚です。はい。で、ラスト。この図があるんですけど。まずポイントとなるのが。was lower again in 2018. again って言ってるんで。 まあ2017年に比べてですよね。で、えー、まあ両方とも下がってるのは C と D しかないので、ね、A と B は上がってるので、えー、まあ C と D に絞れて、はい。It's been a continuous trend in years. まあ毎年ね、えー、ずっと下がってるよと。でも、well, not in 2016. それは例外だった。2016年だけ、つまり下がってないやつを選べばいいんですね。 はい。2016年を見ると、まあ C か, C か D だけなんで、ここだけを見ると、まあ、C はここ上がっていて、そして下がったので、変わりましたよね。傾向が。D はずっと下がっている。よって、答えは C です。はい。じゃあ以上、大問1でしたね。はい。では、大問2やっていきましょう。スクリプトからですね。えー、まあ状況は、男性がマフィンを作って、 女性が何入れたのって言ったら、まあ、ブルーベリーと、あと、クルミ入れたんだよ。で、もう一個味あったよね。これって何って聞いてますんで、答えは、3が一番いいんですね。あ、それは秘密だよ。この味って何って言ってるんで、it's already baked。もう焼き上がったっていうのは、会話が成立してないし、oh, it's so tasty っていうのも、質問に答えていない。oh, that's a walnut っていうのは、もう、クルミだっていうことは、ここで明かしてるんで、 ね、また、いや、それってクルミだよっていうのおかしいですよね。別の味なので。はい。ということで、3番。じゃあ、8、見ていきましょう。えー、っと、まあ、お医者さんに会う時間ですね。えー、っと、ここで、まあ、3時はどうですかって女性が言いました。それに対して、はい、これが一番いいですね。2番。I'm not sure we can make it by then. まあその時間までに行けるかどうかわからないよと。まあ、make it で行けるとか間に合うとか、まあそういう意味になるんで。でじゃあ他はなんでダメかというと、will be in the way は邪魔になるっていう意味ですね。これは時間と全然関係ない。I'm sorry to keep you waiting long.、ね、待たせてごめんねってね。まだ別に待たせてないですよね。予定を決めてるだけなんで。I'm surprised to see that.、ね、それを見てなんか驚きだよ。その that とか何指してるか。 そもそも分からないんでダメです。じゃあ9番。はい。えー、っと、まあ重要なのはここですね。Oh, too bad.Anyway, I really appreciate your help. なんか、ランチに誘ったんだけど、まあ来れないと。まあでも、手伝ってくれて本当にありがたいよっ言って、それに対して anytime がいいですね。うん、いつでもいいな、みたいな。 え、ちょっと頼もしい、え、感じの人ですね。はい。で、10番。これはまあ、財布をなくしちゃったわけですけど、えー、女性が、あ、じゃあちょっとマネージャーに聞いてみるね。見,見かけたか聞いてみるね。名前は何ですかで、ジョーン・スミスですで。一番いい返しは、 これですね。Okay, I'll be right back. なぜなら、ね、マネージャーに今から聞いてきますって言ったんで、じゃあもうすぐ戻ってきますから。っていうことです。can you see what's inside は、財布なくしてるので中身見れるはずない。can you turn it in now は、まあ turn in で提出するって意味があるんですけど、it、まあ、がさせるものとしては財布なんで、まあ、おかしいですよね。財布持ってないんで。で okay, I'll leave it to you っていうのは、まああなたに任せるようなので、これはまあちょっと、 会話が成立しないので十一番。えっと、まあ、学校に来るのに、すごく時間かかるのうん、1時間ぐらいね。電車で1時間ぐらいね。えー、それ大変だねって。どうやって駅に着くのはい。3番がいいです。My father drops me off. Drop off で、まあ、車から降ろすって意味ですね。で、他ダメなの。I drop in on my parents っていうのは、これは、 急に立ち寄るとかって意味ですね。drop in っていうのは。えー、で、I pick you up だとおかしいですよね。あなたになってる。で、my father picks her up だとまた別の人物のことになるんで、えー、ダメということです。はい、12番。What are you reading? 何読んでるの、えー、アメリカの作家の小説だよ。まあ、結構有名だけど、えーまあ、ちょっと長くて難しいんだ。えー、それって読む価値あるかなそれに対して、 えー、これですね。1番。I'll tell you when I finish it. まだ読んでる最中なので、読み終わったら教えるよと。で、2番はダメです。thinking about reading だと、まあ読もうかどうか考えてるんですけど、もうすでに読み始めてるんで。What are you reading? って言ってるから。ダメです。で、to be honest, I can't afford it。これはまあ、あのお金が出せないと、ね。金銭的な余裕がないって言ってますけど、まあ本も持ってるんで、別にね、買わなきゃいけないわけではない。 で、to tell the truth, I'm worth it. はい。これはまあ、あとサウンドトラップっていうか、ね、worth が出たからで、読む価値があるって言ったから、まあまたそれを繰り返して引っ掛けようとしてる感じですね。でもこの意味は、私はね、なんか価値があるよ。それに値するぐらいの価値があるよとか、そういう感じなんで、えー、まあ、おかしいです。はい。で、最後、13。 えっと、テスト90点取ったね、えー。よくやったね。ありがとう。でも、えー、完璧なあそこが欲しかったんだよと。Don't be so hard on yourself.、ね、自分に厳しくしないでよってことですね。それに対して、But I can't help it がいいですね、えー。もう仕方ないんだよって、ね。性格上そうなっちゃうんだよねっていう感じです。1番の I can't be by, by myself っていうのは、まあ、一人では入れないみたいな感じ。一人だと寂しいみたいな感じですね。で3番、But I couldn't try it either。 これは内容的におかしいですね。それもトライできなかった。それもやることができなかった。ね、何を指してるかわからない。で、バレー、couldn't have は、まあ、時制がそもそも過去になっているので、えー、まあ今の、今のね、気持ちの話をしてるから、だからまあ、おかしいということになります。はい、以上が第問2でした。はい、では第3問の A をやっていきましょう。スクリプトです。 はい。ポイントとなるのはですね。えー、ここですね。they charge me for a shopping bag. まあ、ビニール袋でしょうけど、買い物した後に、えー、お金を取られたと。で、えー、そこで、didn't you know? って聞いたね、えー。知らなかったので、えー、まあ、いろいろ説明した後に、oh, I see. It's a g ああ、ぐらいで ah, なるほどね。って、ここでやっと納得したんで。まあ、驚いたのはここですよね。なんでお金取るんだと。っていうことで、 え Why was the man surprised? 答えは3ですね。He had to pay money for a bag. で次、十五番。はい。えー、まあ、何らかのレクチャーを聞きに行ったと。で、Did you get anything out of it? っていうのは、まあ、そこから何か学ん、まあ、だことあったので、まあ、えー、You need to find your passion in order to experience happiness。幸せを感じるためには、 まあ自分のパッションですね。ええー、まあ本当にこう、自分が情熱的になれるようなものを見つけないといけない。で、で、結局あなたのパッション見つかったの ?Yeah, eating good food. ね、美味しいものを食べることだよ。じゃあ、クエスチョンは ?What did the man learn from the lecture?、はい、つまり、えーまあ、何を学んだかなんですけど、これですよね。どうやったら幸せになれるか。はい、ここね、パッションフルーツとか。 ちょっとまたサウンドトラップですよね。引っ掛けようとしています。はい、16番。えー、っと、はい、これちょっと計算が必要でしたね。コンピュータラブを探しています。で、それは隣のビルの4階ですよと。なんかとにかく、えー、っと、行きたい場所は4階っていうことですね。えー、じゃあここまでなんでね、もう階段上がんなきゃいけなかったんだよって文句を言ってます。 で、えー、っと、don't worry, there's a connecting bridge on this floor. これがポイントですね。まあ、連絡橋っていうやつですよね。まあ、デパートとかでも見ると思います。A 間から B 間をつな、えー、げる橋ですね。で、えー、great. And then, just one floor up って言ってます。でそこからあと一回上がればいいんだよね。一回上がれば4階になるんですよね。っていうことで、まあ、今は3階にいるっていうことがわかります。はい、答えは 番です。はいじゃあ、えーえー、と第3問の A は以上ですでは第3問 B を見ていきましょうスクリプトからです、えー、まずポイントとなるのがですね、えー、ピザの配達員はどうって言われてそれに対して「I like pizza but I don't have a license」って言ってます 免許、えー、まあ運転免許証ですね。がないと。ただ、ここの条件として、ね、License Required って書いてるんで、まあ、この条件を満たさないから、17番。Why can't the man take the pizza delivery job? これです。He doesn't meet one requirement。だから、まあ、抽象化してますよね。はい。で、次。えー、まあ、ここですね。じゃあ、ドッグウォーカーはどうっていう。 で、what is that? って言ってます。え、何それって。で、さらにここでも、え、they pay people for that? え、それお金もらえるのまあ、明らかにね、ドッグウォーカーが何なのか分かっていないですよね。ということで、what did the man imply about the dog walker job?2 番ですね。he is unfamiliar with such a job。で、最後を見ますと、まあ、結局、 えっと、道具オーカーもできないし、ビザ配達にもできないので、まあ、二つ残ってますね。えー、っと。まあ、バイクメッセンジャーか、ウェイトスタッフなんですけど、最後。Yeah. I have soccer practice every weekday afternoon and on Saturday mornings. まあ、特にここですね。平日の午後はサッカーの練習があるんで、見てみると、まあ、ウェイトスタッフは、 平日の、まあ、6時まで働かないといけないんで、これ無理ですよね。午後過ぎてるんで。でも、バイクメッセンジャー見ると、Weekdays 9 to 12、はい。まあ、12時までなんで、えー、午後は空くということで。えー、19番。Which part-time job will the man apply for? これです。バイクメッセンジャー from Monday to Friday。はい、じゃあ、以上が第3問 B でした。 では第4問の A を見ていきましょう。これはですね、特に後半が重要だったんですよね。えー、まずは、ここですね。ネパールでのバスの話なんですけど。バス、バス did not run on a schedule. They moved only when they were filled with passengers。はい。だから、まあなんか時刻表通りに走ってたわけじゃなくて、 えー、どっかで止まって、で、えー、乗客ですね。が入ってきて、で、バスがいっぱいになったら、やっと、えー、走り出す。っていうことですね。だから、クエッション20。Uh, what did the speaker notice about buses in p a l は3番です。They left when they became full. 時刻通り、えー、時刻表通りっていうわけではなく。 はい。で、次、ポイントとなるのが、ここですね。まあ、これは学校のアメリカ人の学校の先生なんですけど、ネパールで授業をしようとしたときに、Found myself first having tea with the principal。授業に入る前に、まず校長先生とお茶をすると。で、そのせいで、The lesson started late。授業がえ遅れて始めた。始まった。 でもそれは大丈夫だと。なぜならば、えー、そのお茶をすることと、えー、ちょっと雑談をすることの方が大事だから。はい、じゃあ、Question 21.Why did,、uh, did the speakers' classes often start late in Nepal?She、えー、これですね、She、was having tea with the principal. 一緒にお茶をしていたから。はい、で、最後。 えっとここですね。But working in Nepal taught me the value of building bonds of smooth lasting relationships over tea.Over tea っていうのはお茶をしながらですね。お茶を飲みながら。えー、飲みながら、まあ、そのいい関係性を築くことがすごく大事なんだなっていうことが分かったと。はい。よって22番。What did the speaker learn from her teaching experiences?3 ですね。Tea time helps. Develop Relationships in Nepal はいじゃあ以上が第4問 A でしたはいではラスト第4問 B を見ていきましょう、まあ、この会話はですねこのデイビッドっていう人が、えー、ギターのレッスンを、えー、取ってるんだけれどもでもやめようかなって検討しているところですね、えー、じゃあまず一つ目大事になるのがですね なんでやめようと思ってるか。まあ、高いし、they aren't cheap. で、my teacher's kind of strict. の kind of は、まあ、ちょっとみたいなね。まあ、ちょっと厳しいんだよね。でも、ここが重要です。but even more than that。でも、ね、それ以上に、they're so boring. だから、これが一番の理由ってことになりますね。すごいつまらない。で、question 見てみると、what is David's main problem? 主に、えー、何が嫌なのかっていうと、 やっぱ、これですね。they are uninteresting. まあ、boring の書き換えになっています。で、次、重要になってくるのが、うーん、まあ、Amy の意見ですね。まあ、つまり、えー、いつも、基本的なことしか練習させないと。で、それがすごいつまんないって言ってるんですけど、でも、your teacher knows what you need to do to make progress. うまくなるためには、先生が一番ね、何が必要なのか分かってるんだよ。だから、えー、信頼するべきだよ。 で、さらに、ここ。I think if you're really serious about learning to play the guitar, you should continue taking lessons.、ね、本当に上手くなりたいならば、もう、レッスン受け続けた方がいいよ。Your teacher will show you the right way to play. ま正しい、えー、演奏の仕方や。まあ、ギターの弾き方を教えてくれるから。まあ、だか上手くなりたいなら続けろと。はい。で、Why does Amy think David should work with a teacher? で答えは、まあ、2番ですね。to become a skillful player。まあ、もっと上手く。 ななりたいいらばはい、で、最後。まあ、結論としては、まあ、マークっていう人が、maybe you should stick with it. これはまあ,あ、続けた方がいいんじゃないちょっと粘ってね、そのまま頑張った方がいいんじゃない ?you can always put together a band while taking lessons。まあ、レッスンやりながらバンドね、えー、始めることできるじゃないそれに対してグダイディアって言いましたね。なんかマークが言ったことが正しい。 That way I can practice what I l e a r n from my teacher. はい。で、e i t h e r of you interested in studying band? 一緒にちょっとバンドを始めないって言ってるんで、えー、最後。What will David most likely do next? 次やるのはおそらくこれでしょうね。レッスンを続けてバンドを作ると。はい。ということで以上がセンター試験2020年英語のリスニングの解説でした。お疲れ様でした。